はい、どうもロブソンです。今回はですね、私ガットギタリストを、長年名乗ってまいりましたが、ついにですね、エレキギターに手を出してしまいました。12年ぶりぐらいですかね、所有するのは。まあ、弾かせてもらったりとかはあったんですけど、久しぶりに、エレキギターをですね、解禁いたしましたということで、これから早速紹介したいと思います。ということで、なんかこうボワンって、今回は出したと思いますので、こうなんかこうもぼ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 っていう感じで、もぼもぼもぼもっていう感じで、はい、出てまいりました。こういった感じのギターでございますね。重いです。エレキギター、木が詰まってるんでとても重いですね。いわゆるこうストラトタイプっていう感じですかね。まあ、でもフェンダーさんではなくてですね、石橋楽器のオリジナルモデル、メイビスっていうブランド名で出てるやつなんですけど、メイビスフォークリエイティブマインドって書いてありますね。プロデュースドバイ石橋ミュージックコーポレーション、はい、メイドインインドネシアですね。インドネシア製のエレキギターです。なんでそもそも今回こうエレキギターを、買おうかなと思ったのかっていうと、まああれですね、まあ、一人でこう演奏する分にはやっぱりガットギター、ナイロン弦の、まあ、いわゆるクラシックギターがですね、弾いてて気持ちいいんですけど、まあ、いろいろこうね、音源制作とかパソコンの音とこう混ぜたり、いろんなこう音を使った時にですね、まあ、ガットギターの音だとなかなかこううまく混ざらないというか、パソコンの音にも完全に負けちゃうみたいな、やっぱこう電子音の方がこう強いん で埋もれてしまうっていう悩みがあってですね、まあ、あとこう夜中とかにこうガチャガチャ弾くわけにも、ね、弾かないっていうのもあって、本当にエレキギターだとこうね、いろんなこう音を作りやすいっていうのと、まあ生音がこうちっちゃいんで、で、まあ、割とこう夜遅い時間でもこうね、こう線でつないでパソコンで録音したりするのに便利かなっていうことで、今今回ですね、買うことにしたんですね。まあ、最初はですね、まあ23万円ぐらいの、フリーダムカスタムギターリサーチっていうところのペッパーくんを最初ですね、欲しいなって言ってこう見せたらですね、まあ奥さんにですね、アルピーノに何回食事に行けるんだっつって、釘を刺されまして、予算2万円に、抑えることにしまして、まあ、2万円を引き下げてですね、リサイクルショップを巡ってまいりました。で、ハードオフで、なんだっけな、最初行ったお店では、グレッグ・ベネットっていう韓国のブランドですかね、1本引いて1万4000いくらで、まあ、中古で売ってたやつなんですけど、で、元はね、結構、クリアな感じで、まあでもハイゲインで歪ませた方が多分合うギターだったのかな。結構軽く弾いてもバーってこう歪む感じのギターで、あれまあ言っちゃ良かったんですけどね、ちょっと小さかった、ネックが細いっていうか、普段ガットギター弾いてたんでちょっと小さすぎて弾きにくかったなっていうのがあって、まあそれはやめまして、次のお店で見つけた、これこちらですね、これ7000円だったんですけど、7000円で売られてて、結構でもボディにこうねバインディングみたいなの入ってたりして、ね、割と凝ってるんですけどね、ピックアップもこうハンバッカー、シングルコイルハンバッカーこう HSH、 かなりこうねサウンドのバリエーション広い感じで、ネックもね薄いっちゃ薄いんですけど幅があって、弦高もこう今アームフロートのセッティングになってて、こう弦高も割と高かった、だから弾きやすかったんですよね。そ
そう、普段指で、やっぱ指で弾くからね、弦高高くてネックが太い方がやっぱ弾きやすいっていうのがありまして、でね、お店で弾いたアンプがなんかヒュース&ケトナーのなコンボタイプで、真空管じゃなくて多分トランジスタのタイプなんですけど、なかなかいい音で、7000円でこれならまあ十分じゃないかなということで、ハムシングルハムっていうのは初めてなんですよ、僕実は使うの。一番最初に買ったギターがまあフェルナンデスのやっぱこうストラトではないけどストラト系のタイプで、それがシングルハムだったんですね。 SSH っていうレイアウトのギターで、うん、当時の安ギターに比べるとやっぱ今の安いギターってすごいクオリティ高いなっていうのは感じましたね。こう工業技術がやっぱな、こう十何年前と比べて上がったのかなっていう感じで、はい、まあ、タップスイッチとかがついてるとね、本当はこのハムをこうシングルに切り替えたりとかして本当のストラトみたいな音も作れるんだと思うんですけど、まあ、これちょっとタップスイッチまではついてないんで、もうこうフロントにするともうハムバッカーの音、リアも普通にハムバッカー、こうハーフトーンにするとね、ちょっとシングルじゃなくてハムとシングルの、ハーフトーンになるんで、ちょっとパワーのある歯切れの良い音になったりして、フロントのハムは割と丸い音が作れるかなっていう感じで、まあエレキギターなんでちょっとね、こうアンプがないと音を聞かせられないということで、ちょっとパソコンとつないでシミュレーターをかましてですね、ちょっと録音して、まあ、お伝えできればなと思いますので、今からちょっとつないでやってみたいと思います。よいしょ、これもちょっと録音スタートして、今して、もう一気に歪みましたね。一気に歪んだ。ちょっと歪みすぎかな。レンズマスターこれで、今リボンマイクになってんのがダイナミックマイク、これ57、多分これシュアーの57ですよね。コンデンサーマイクの方がいいのかな。コンデンサーダイナミックの421、結構軽い感じ。ダイナミック609、スピーカーの近く
スにペダル入ってましたね、これ。まあ、これで例えば、これやめて、これもやめて、なんかファズフェイスっぽいやつを入れたりとかして、ファズ。メタルとかで使いそうな。ダブルドラゴンがかっこいいな。
が作れるがゆえに、ちょっと一回止めようかな。機材のこの組み合わせ、まあ、ギター本体がこうあってですね、エフェクターつないでアンプで出して、それをマイクで拾うっていうこの一連のこの流れ動線をこう、なんだろう、好みの音を出すためにこう何をどうつないでどうセッティングしようかっていうところまで結構気を使わなきゃいけないっていうのが出てくるんですよね。まあ、機械いじりが好きな人はすごくこう面白い世界だとは思うんですけど、まあ、こうね、ラットギター、ギターのその生音で、まあ、マイクのセッティングとかはあるけど、基本そのギターの音をそのまま使うっていうのに比べると、やっぱりこういろんなこうね、ことを考えないといけないっていう、使いこなす大変さはありますが、まあでもね、パソコン使ったこう音源制作とかには、まあ、いろんな音が出せるっていうことで、いろいろこう使っていけるのかなっていう感じです。はい、まあ、なかなかステージで使うことはないとは思うんですが、ソロギターはね、やっぱりあの今まで通りラットギターでやっていくとは思いますが、まあ、こう音源制作に使っていくよっていうことで、まあ、こういうエレキギター、まあ、ストラトっぽいやつよっていう動画でした。では、次はですね、何の動画になるかちょっと順番わからないですが、また次の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。